赤い喉袋を持つ古群管取のど袋は主に、鳥類において、下のくちばしの付け根から首にかけて、羽毛や体毛がなく皮膚が露出している部位のことを言う。喉袋という語からは、袋状の部位を想像しやすいが、英語のグヤラースキンでは、そうでない通常の皮膚の部位も含む。ここでは、喉袋も、その意味で扱う。ペリカンのくちばしの下部には、 毛がなく大きく伸びることはよく知られているが、ベリカン目同様ウカにも非常に目立つ喉袋を持つものがある。ウカには喉袋に色がついているものが見られる。体全体がおおよそ黒い、または黒と白であるため、その部分はよく目立つ。繁殖期の個体で特によく目立つことから、社会活動的な機能を持つと考えられる。 軍艦鳥のオスでは特に喉袋に空気を入れ、20分にわたって膨らませて、G 行為を行う。カツオドリやヘビウ族、それらと禁煙の腕は、軍艦鳥やペリカンと比べると喉袋はあまり、目立たない。前者と後者は、共有原始形質あるいは平行進化による形質で、あると考えられている。生打ち、テナガザルの一部には目立つ喉袋がある。 また、芋貝では、喉袋が毒を生成する器官となっている。また、トカゲには、デュラップがある。ありがとうございます。